はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、メカニックスサクチャレの案その2ですね。前回の風な疑惑をちょっと神楽坂くんに、変えてみました。で、神楽坂くんに変えたことによってメリットとしては、変化球の得意練習が重なりやすくなるということですね。で、デメリットとしては、特攻ボーナスが下がるというところにあります。得意練習がね、これだと3つになるんで、風投げね、1人で、コントロールと打撃の、ね、2種類稼いでたんで、全体的な特攻ボーナスが下がっちゃうので、そこは変化球練習で補っていくという形になります。で、あと一応前回の反省として、京子ちゃんのね、評価が全然上がらなかったんで、今回はお守りを持ってきてます。で、前の動画とほとんど変わらないと思うので、今回は少しいろいろ飛ばしながら、要所要所で、サクッとやっていきたいと思います。じゃあまずはまた評価上げからやっていきましょう。野球マン1号のコツからですね、これでいいよね。そうですね、これちょっとロジカルマップもあんまりよろしくないですね。こう上がだいぶ開いちゃってるね。1個2個、3個くらいちょっと開けないと上の方に進出していけないんで、これがどう響いてくるかですよね。ここら辺の筋力ポイントをどんだけ回収できるかっていうのにもちょっと関わってくると思います。で、あんまりやることがないんで、寝ときますか。お、告白が来ましたね。今回はね、マックスまで、せめて評価はマックスまで持ってきたいです。デートはね、消化できないかもしれないですけど。
よし、ここは3タックが来たので、まあもうブーストかけちゃいましょう。そんなにね、変化球のブーストが多いわけではないんですけど、こう練習レベル上げたかったな。練習1だからね。またまあでも3人で結構技術がなんか溢れそうだな。変化球を覚えておこう。まあフォークが一番やっぱ使いやすいかな。で、コツ、友沢はもう掴んであるんで大丈夫ですね。でリカバリー用にちょっと評価アッププラス5を使っておきましょう。でさっきねカラデートがルナちゃん出ちゃったんでちょっときつくなってきたけど、2回目のデートで回復しましょう。カラデート1回あるともう厳しいね。かなりもう5月の3週だからね。
であとロジカルマップがねやっぱりどうしてもね上の方に進出していけないんですよね。もう経験点はほぼ取り尽くしたんで、まあとはダブルタックっていうかトリプルタックが1回来ただけか。もう2回くらいダブルとかが来てもらわないと総合的な経験点がね伸びないんで、それがちょっと厳しいかな。でねデートはね多分4回でいいんじゃないかなってちょっと思うんですよね。そう PR のことを考えると4回消化すれば満点いけるんじゃないか説。ワンタックしか来ないね。ちょっと変化球練習が微妙。あとマップが全然開かない。京子さんの評価は多分なんとかなりそうかな。うん、これでマックスだね。あとは試合はもうサクサクサクっとやっちゃいましょう。
とね、変化球練習が全然来なかったのと、マップが開かなかったんで、ここら辺のね、筋力ポイントが、まあ、取れなかったっていうところが、かなり痛いですけれども、そう、ポイントとかね、使い道がないんだよね。スタミナでも上げとくか。スタミナないし。あ、これ取れる。やったー。ちょっとでも経験点をね、稼いでいきましょう。じゃあ最後は、練習だね。で決勝は普通に打っていきます。まあ、これで京子さんのエピローグは大丈夫だと思います。でデートはね、ルナサナ組が4回で大丈夫なのかどうかっていうところだね。これ大丈夫そうだね。ってことはデートは4回だな。うん、4回で OK。 で京子さんはまあ評価を上げてれば大丈夫なので、まあ、点数的にはね8037という感じでしたけれども、もうちょっとね、まあダブルタック、トリプルタック、まあ4タックまでいけるんだっけ、この編成だと。そうだよね、4タックとかが出てブーストをかけられれば、まあ、点数が伸びる余地はありますけれども、まあまずはちょっと風なぎの方を使って、まあ、安定した点を叩き出したら、まあアヘ編でロマンを狙っていくっていうやり方の方がいいのかなと、まあ、自分の編成ではそう思ってますので、まあ、それでいこうかなという感じですね。じゃあちょっと今回はね、早送りとかが多くてあれですけれども、まあ、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。じゃあサクチャレの方、頑張っていきましょう。